続いて4ミリオンチャレンジハイアンドロー登場ということで、こちらミリオンチャレンジハイアンドローが登場いたします。どんなイベントなんだろうか。はい、はい、こちらですね、チャレンジコインを使ってハイアンドローに挑戦ということで、うんうん、挑戦してコインを増やすとアイテムやオーブが獲得できちゃいます。はい、開催期間は9月1日日曜日12時から9月8日日曜日11時59分までです。はい、はい、ということで、うん、チャレンジコインとは何ぞや、わからないですよね。はい、気になります。では見ていきましょう。こちらです。チャレンジコインをゲット、はい、クエストをクリアしてチャレンジコインをゲットしましょう、うん、ソロ・マルチプレイのホストでチャレンジコインが200枚、マルチプレイのゲストで100枚ゲットできます、うん、チャレンジコインがなくなったらクエストに挑戦していきましょう、はい、クエスト出現期間は9月1日日曜日12時から9月8日日曜日11時59分までです。ではそのゲットしたチャレンジコインどうやって増やしていくの、うん、ということでこちらです。はい、ミリオンチャレンジへ挑戦。おお、なんか楽しそう。はい、こちらですね、チャレンジコイン100枚を使ってハイアンドローに挑戦していきましょう。お、場に出ているカードの数字よりも予想カードの数字が大きいか小さいか、ハイオアローを予想していただきます。発音いいですね。ありがとうございます。予想が当たるとチャレンジコインは倍になります、はい、予想が外れるとコインは没収となってしまいます。没収されるんだ。なるほど、はい、そしてですね、最大で10連勝できます。最高で102,400コイン獲得できちゃいます。10連勝ってめちゃくちゃすごいですよね。ね、確率的に言ったら本当ですよね、うん、で10連勝したらそのゲームは終了となります。なるほど、はい、続いてこちらです。引き換えアイテムをチェックということで、こちら総合引き換え所からアイテムと引き換えが可能となっております。はい、ということで勲章ミリオネア、うん、称号ミリオネア、うんうん、そして戦型の章、英雄の章などがねゲットできちゃいます。すごいです。77万7700コイン、ね、めっちゃ集めるとものすごい量ですよ ね本当にミリオネアですね。うん、ミリオネアだ。はい、そして日替わりアイテムもございまして、はい、各神獣神玉がね日替わりで9月5日から9日まで登場いたします、うんうん、引き換え可能期間は9月1日日曜日12時から9月10日火曜日11時59分までです。ぜひゲット目指して頑張りましょう。頑張りましょう。続いてこちら、オーブ獲得ミッション登場。チャレンジコインの総獲得数に応じてオーブを獲得、はい、ということで、獲得数チャレンジコイン5万でオーブ25個、うん、はい、そして獲得数10万でオーブ25個、はい、合計50個ゲットできちゃいます。もらえるんですか。はい、絶対欲しい。欲しいですよね、はい、もういっぱいハイアンドローしましょうね。10万コイン獲得すればいいんですね。はい、はい、